ん？始まった。あ、ごめん。金唾食べてた。あー、ずるい。あの、はい、広岡金唾、うん、冷めても美味しい。美味しい。びっくりした。いや、あったかいからこその美味しさなのかなと思ってたけど、うんうんうん、さっき熱々だったんだけど、はい、冷めても美味しい。なんかコクが出るような感じ。羨ましい。おすすめします。帰りに買って帰ろう。かき氷がなんか溶け始めてるよ。そうなんですよ、私のかき氷が溶けないように精一杯この時間歌ってください。はい、歌います。まるみちゃんライブ2曲目になります。未来に向かって。さあ、会場の皆さん、お手持ちのタオルやハンカチなどありましたら一緒に振ります。隣の方にぶつかっちゃうかもしれないので、ちょっと揺らしながらライブを盛り上げてください。まずは手拍子。ゴールの見えない暗闇を進むにはどれだけの勇気が必要なんだろう。道があるがさえ道なのに通してでした。いやー、もう皆さん盛り上がりましたね。いやー、すごいすごい。
で、まなみちゃんも乗っていくとどん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 前に行く癖があるんですよ。そうなんですよ。うちのまなみどん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 前行って、最後歌う時足半分ぐらいステージの外出てましたそう、落ちるんじゃないかと思って。本当はね、もうこの台からステージから降りて、おそう歌いに行きたいぐらいだったんですけど、ちょっと日差しが強いからやめました。なんかね、やめたかいお肌のねこと考えて、そう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 、気にする年ですから。いやでもこれだけこの晴れた日差しの中で、うん、この勢いのある曲、未来に向かって合うね。でしょう、うん、これはねもうこのからのシーズンにぴったりなんですよ。以前に聞いた時よりも、はい、スーッとこう胸に入ってきた。嬉しいです。で思わず、はい、資料を丸めて、本当だありがとうございます。一緒に楽しんでいただいて。まなみちゃん左手回してたじゃない。はい、左利きなの。あ、違います、右手でマイクを持つので。いやでも左で回そうと思ったら変な回し方の途中になったのよ。だから左じゃダメだなと思って、やっぱり右で回したんだけど、よく回せるね。そうですね、明日はあれですよ、筋肉痛かもしれません。そんなわけない、鍛え方が違いますよ、あなたとそっか、そんなまなみちゃん、はい、ライブに行きたいとか、うんうん、近々こんな発表するよとか、はいはい、そんな PR あったら教えていただければと思います。そうですね、もう来週からあの全国各地回るツアーにも行くんですけれども。全国ツアー。そうです、全国というか本当に県内を飛び出して、最近は、ね、いろんなところに行ってるんですけども。言ってみたいよねアーティストになったら一度は口にしてみたい言葉、はい、あ、これから全国ツアー控えてるんだよまあね、いろんなとこ行きますけど、うん、今日はこの後福島市の方に移動して、はい、福島駅から歩いて10分くらいのところにある福島市のプレイヤーズカフェという会場で夕方18時からライブイベントがございます。ちょっと待て、はい、今日？今日です、この後ですよ、はい、え、1時までこれ生放送で相澄里だよね。そうです、はい、その後飛びます、福島に、福島市に。どれだけ稼ぐんだ君は。フットワーク軽いだけです。あ、じゃあそこのプレイヤーズカフェ、はい、福島市のプレイヤーズカフェでも、はい、今日ももちろん三金の話、あやめの林をするわけでしょ。そうですよ。うわー、いいな、なんか楽しそうだな。はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。今日この会場でこの後一緒にまなみちゃんと福島市に行くんだという人手を挙げてください。おー、ありがとうございます。まなみファンいるな。そして年齢層が幅広い、うん、素晴らしい。そうなんですよ、ね、老若男女イエス、ね、ありがとうございます。では、また今夜もあるということになりますよね、はい、そして今後例えば、はい、その YouTube であったりなんだりがんだりっていうのは、はい、主にあの Twitter ですかね、うん、で発信をしてるので、うん、そちらをチェックしていただきたいんですけども。 Twitter って言ってもさ、はい、ほらちゃんとこまめに更新する人と、おお、なんかもうこれ閉鎖寸前なんじゃねえのっていう人っているじゃないですか。確かにいますね。どっち？もうしっかりですよ。なんとフォロワー様がもうすぐ7000人になります。あら、おめでとうございます。ありがとうございます。え、自分でアカウント7000個持ってるの？違いますよ違いますよ、3つぐらいですよ。3つぐらい日々どんな発信をしてるの？日々どんな発信、今日はこんなことをしてきました、うん、まあ、プライベートのこともですし、ライブの情報も発信してます。常にプライベートも赤裸々に、赤裸々に、まあ、もうなんかプライベートがないんですよね、もはやなさすぎて心配になりますえ、そんなに覗けるんですか？覗けますよ。すごい、皆さんうなずいてる、ちゃんとチェックしてます。そうなんですよ。じゃあ今日はどの写真使いましょう？今日はもう絶対に、うん、あのまなみという花と一緒に、あやめと一緒に、ね、そうですよ、まなみ、あやめと一緒に、あ、はい、その中に私がこう映り込んでても大丈夫大丈夫です嫌そうな顔するじゃないよ一緒に映りましょうよ。今日午前10時からスタートきたこの三金、はい、会津美里町久住神社外苑で行われているあやめ祭り会場からお届けしてまいりましたけれども、あとはもうエンディングを残すのみとなっております。あっという間ですね。最後までよろしく。839円です。お財布どこだったかしら。あら、何借りてるもたついてるんだ、あのばあさん。一言言ってやるか。